人携帯どこにしよう。まずは料金、セキュリティだ、入室対応、保証、保証全部は無理。ビジネススマホパックなら全部パックで月々1045円から。ドコモビジネスの法人携帯ビジネススマホパック、店頭ウェブで。今から撮っていくところですね。スタート。法人携帯どこにしよう。はい、よー、スタート。法人携帯どこにしよう。ありがとう。ありがとう。そうですね。法人携帯どこにしよう。法人スマホどこにしよう。スタート。ありがとう。ありがとう。よー、まずは料金。そうだ、セキュリティだ。アイカット。アイカット。素晴らしい。え、セキュリティ対策？必須です。ポイントチームの固定配慮。はい。含まれてます。今回は脳内会議をテーマに、こう私の頭の中でマペットたちがこう会議をするっていう設定だったんですけど、それがすごく面白くて可愛らしくて、 あっという間の撮影でした。隣にいらっしゃいますね。さっき動いてる姿を見てすごい可愛くて、家に連れて帰りたくなりました。お家で自分でやりたいです。推しの子まだ発見できてないけど、この子は激しく会議すると髪の毛を振り乱しながらお話しするのがなんかまたキュートで可愛らしかったですね。結構する方だと思うんですけど、一番よくするのはお洋服を買いに行った時に、このお洋服は必要か？いや、でもこういうの持ってたよ。いや、でもそれとは形が違うじゃん。みたいな脳内会議を一人でひたすらすることがあります。お洋服大好きなので、割とこう見に行く頻度が高いのもあって、脳内会議はしょっちゅう行われてますね。昨日、そうですね、私自身はそれこそ地方に映画やドラマの撮影で行くときは移動中にこうあんまり台本を開けなかったりもするので、携帯にデータとして台本を入れて、なんかその携帯で台本を読むこともありますし、あと小説読むのも好きなんですけど、持ち運ぶと荷物になっちゃうなっていうときは割と携帯でなんか読み物をすることが多いので、それはすごく重宝している気がします。移動中に読むことが多いですね。で、作品に入ってる時も作品とは関係ない物語を読むのもすごく好きだったりするので、はい、いろんな物語を携帯を通して味わってます。
昨日思ったんですけど、最近寝つきが悪いんですよ。でその時にこういろんなアプリとかでもそうですけど、なんかこうこれを聞くとよく眠れるとかヒーリングソングみたいなあるじゃないですか。ああいうのを再生した時にその一曲だけ流れたらそれ以降も自動でこう携帯が切れてくれるみたいな機能があったらいいなって思いました。伝わってます？まあ、大丈夫です。大丈夫ですか？自分で切らないとずっと、そうずっと流れちゃってなんか電池がなくなってってみたいなやつは嫌なんで、ちゃんとこう一曲終わるタイミングで切れて朝起きたらもう切れてるっていう状態がいいなって思いました。身近な人の会社員っていうのが多分マネージャーさんたちなんですよ、うちの事務所の。なんで私はすごくマネージャーさんやってみたいなっていう。でこういうなんかこう CM の撮影だったりとかするとき、こうみんなスーツをビシッと決めてかっこよく来るじゃないですか。そのスーツを着てる女性っていうのもかっこいいなと思いますし、こう普段自分のお仕事を助けてもらってるのがマネージャーさんたちなんで、自分もいつかやってみたいななんて思います。難しそうですけど、なかなかね難しい簡単なことじゃないんで、やってみたいって言ってできるものじゃないのも分かるんですけど、身近な人としてはやってみたいなって思ってしまいますね。まだ確定してないし、どういうふうな25歳になるか全然想像ができないんですけど、ただ少しお休みをもらいつつお仕事をできるんじゃないかなと思っているので、お休みは短期留学でもできたらいいなと思ってます。どこから行きたい国とか？やっぱりなんか知人がいる場所がいいのでアメリカ圏かななんて思うんですけど、でも超短期留学みたいになってしまいそうなので、自分の持っている集中力すべてを使って語学勉強したいなと思います。ドコモビジネスの CM に出演しました永野芽衣です。今回の CM は脳内会議をテーマに、可愛いマペットたちと共演した楽しい撮影でした。ビジネススマホパックの安心、便利、お得な機能にも注目して、ぜひ CM ご覧ください。法人携帯どこにしよう？まずは料金、セキュリティだ、紛失対応、保証、保証全部は無理。ビジネススマホパックなら全部パックで月々1045円から。ドコモビジネスの法人携帯ビジネススマホパック、店頭ウェブで。